社会課題というものをもう一度よく見つめないといけない時代だと思うんです。だからやりがいを感じます。みんな真面目だから言わないですけど、なんか企んでます。自分がやるんだって。インフラを作るって社会を作るってこと、いろんな分野に携わることで今の社会問題に貢献できると思ったんです。世界はまだまだ発展途上です。世界にどう踏み込めるかを考えたときに、うちの会社の会というワードに共感したんです。挑戦、これからは新しいサービスや課題解決がますます求められてきます。臆することなく挑戦できる覚悟がある人ですね。これからの世界は若い人たちの価値観に解があると信じています。技術は教えることができます。新しいアイデアとそれを実現する情熱を持った人と一緒に仕事をしていきたいです。入社したら新入社員でもプロとして見られます。プロ意識を持って世の中を良くしていくんだという強い思いを持って飛び込んできてほしいですね。八千代エンジニアリングは社会インフラの整備に対してこれまでさまざまなサービスを提供してきました。今世界は持続可能性という大きな課題に直面しています。そんな中で当社はサステナビリティ経営という方針を打ち出しました。社会の持続可能性に貢献すること、それが当社の持続可能性を高めることにつながると考えています。八千代エンジニアリングは事業を通じて社会価値創造や社会課題解決を図りながら、同時に SDGs や ESG といった社会要請にも対応しています。100年、1000年先、人々の生活が豊かになる社会を本気で目指しています。これは創業当時から一貫している経営の理念そのものなんです。昔以上に環境との共存が求められています。私たちが提供する環境保全の技術やサービスが SDGs や持続可能な社会に貢献できるんです。新しい事業にメンバーと挑戦しています。大変なことも多いですが、成長も感じますし、毎日楽しいです。高度経済成長期に作られたたくさんのインフラを安全に使うため、維持管理を自動化したいんです。将来的には維持管理という作業や概念を世界からなくしたいんです。残念ながら毎年災害は起こるんです。災害はなくならないけど、逃げ遅れて亡くなられる方や甚大な被害は知ることと日頃の備えでもっと減らせるんです。お客様と私たちのコンサルタントを橋渡しすることが仕事です。いかに私たちの仕事を伝え、成果につなげてお客様に喜んでもらえるかを考えています。女性とか国籍とかそういったものは関係ないんです。必要なのは世界を良くしていくという思いだから頑張れるんですよ。今社会は大きな転換期にあります。 ICT やデジタルの力をどう活用していくか、世界の波に乗ることが楽しいです。今社会は大きく、そして急速に変化しています。そんな社会の変革期に何のために仕事をするのかを自分自身に問いかけてみてください。私たち八千代エンジニアリングはこの世界に新しい会をの思いを持って日々仕事をしています。皆さんにもこの思いを感じてもらい、一緒に日本に世界に貢献していきましょう。